チムトシムベロは中華民国、満州国の政治家。モンゴル族、満州国では防西部大臣などを務めた。字は、カツソウ。チンギスカンの弟ジョチカサルの公裔。幼い頃から、モンゴル族貴族としての教育を受け、猛古語、漫語、漢語を習得した。1897年、抜き札かつ保国公爵に任ぜられる。 翌年、明里目名副名長となり、1905年、名長に昇進した。1907年、鎮国公爵となった。中華民国建国後の1912年、タラバイ氏に任せられる。翌年、パラ軍王となった。1914年には、和憲親王に任せられ、同年3月、約法会議議員となっている。北京政府から優遇されていた。 チムトシムベロだったが、やはり慎重復興を望み、これを拡作するようになった。例えば1925年には、川島奈庭が拡作した、万毛独立名役に参加したとされる。その一方で、チムトシムベロは、吉林省内で因然たる勢力を保持し、吉林省を統治していた長作省とも、隕石関係を有していた。満州事変勃発後、チムトシムベロは、 日本の支援を受けて、猛虎自治会を組織した。さらに、満鉄の支援により低アトンで開催された、猛虎を公会議にも出席している。翌年2月の満州国建国最高会議にも参加した。満州国建国後の1932年3月14日、公安局局長に任ぜられた。同年8月3日、公安局が、 公安総書に改組され、そのまま所長に留任している。1934年12月1日、公安総書が毛西部に昇格した際にも、そのまま大臣に任ぜられた。1937年5月7日、チムとシムベロは、賛義不参議に移動している。翌年、関東軍が毛公王校に給料に対する所有権、徴税権を放棄するよう求めてくると、 これに率先して賛成した。1941年3月、参議を辞職し、満州電信電話株式会社副総裁に就任している。およそ1年後に辞任、帰郷した。1942年8月1日、故郷のゴルロス前期で死去。去年69、晩年期のチムトシムベロ。ありがとうございます。